どうもクーリンでーす。グッチでーす。ジャスでーす。誰がジャスやねん。グッチ雄三とジャスティス上野。誰が雄三。今日ですね、この2人に160キロ打ってもらいます。ジャスティス上野がもともと智弁和歌山高校出身なんですけども、智弁和歌山高校は高校1年生で上がったすぐ160キロのマシンを打つ。そうですね。で、その当時は金属バットでやってたと思うんですけども、うん、ジャスティスたっての希望で今回は160キロを木製バットで打つと。前回ですね、160キロの軟式のボールをマシンで打つっていうのをやったんですけども、まあ、結構コメントとかでも160よりもちょっと遅いんじゃないかみたいな、あったりとか、まあ、ジャスティス本人も軟式よりもやっぱり公式の方がやりたいと、やらせてくれ、ぜひやりたいということで今日この場に来ております。で、ちょっと巻き込み事故的な感じでグッチもですね、まあ、公式野球久しぶりにちょっと知ってみたいということで、巻き込み事故160キロ打ってもらおうと思います。私は打たない、怖い。ということで早速練習したいと思います。まずはですね、ちょっと久しぶりなんで、公式ボール打ってくださいよ。そうですね。これはですね、僕の高校の先輩の今ヤクルトにいる竹内さんからいただいたものです。いいね、いいスイングだな。無駄ないな。これはですね、ジャスティス上野さんが今ヤクルトにいる竹内さんにもらったバットを自分がお借りして打ちたいと思います。この先にいないの？今回はですね、SS 計算のマシンでやるんですけども、設定の仕方がですね、このストレート、この160キロってところですね、160キロにするためにはこのボリューム値ってのがあって、これを 6.3、9.3、6.3 っていう風にやると。それ何のやつかっていうと、まあ、これなんですよね。これがまあその 6.3 とか 9. 何ぼとかこうなってますね。で、これも 6.3 かな、今鳴ってますね。これで設定すると、これを回すことで160キロの設定が完了すると、そういったマシンです。じゃあ整備のお兄さん、お願いします。スイッチオン。ほら、ここが回り出しましたよ。まあマシンもそろそろフル稼働しだしたところで、160出てる。これ球筋見てみてどうですか。まあ昔思い出すね。160出てます？今、出てないでしょうね。出てないよね多分、ちょっと巨岩持ってないな。140後半ぐらい、150近くが出てんじゃない。160って言われたらちょっとなんかどうなんだろうっていう、ね、150ぐらいか一般人からすると。一応設定は160ですけどね、めっちゃ自分でハードル上げてるけど大丈夫かな。じゃあ打ちますか。まずバンドから。すぎでしょ。こんなん
こんなん高1から伝えたし泣けるな。めっちゃ痛い。よしラスト、はい、集中して。じゃあ怪我だけないように。よし、高め伸びるね。やばいやばいやばい。いってー曲がったー。大丈夫それ。バットは大丈夫。バットはバット大丈夫。折れへんの。強い心持ってんな。次振りに行けたらすごいよ。あはははははこんな見せられたと普通上のも嫌やろ。カモン。いやなんかもう腰が全然しかった。カエルやカエル。
手が痛いっす。手が痛いよね。今もちょうど上野がトイレ行って手が痛いって言ってましたから、まあ、僕もちょっと立ってみようかなと思ったんですけど、気持ちつけずに行くとやっぱり前の2人がまあまあ行かれてるんで怖くてバッとすら触れない。久しぶりに公式に触れる機会が あって結構楽しかったですね。逆にもうこっちはいつ怪我するのかなっていうのがヒヤ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 だったんで、まあ本当に無事に帰ってきてくれてよかったというところで、まざまざとね、やっぱ名門校たちの根性、そして最後気合、やる気見えました。ありがとうございます。ありがとうございます。またあればやりたいと思います。はい、ぜひ。それでは仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。